個人的に私がちょっとやりたいなと思ってるのは俳句をね、うん、こう YouTube で流していきたい、俳句を朗読してそれを流していけたらいいなとか。はい、はい、というわけで始まりました高円寺ケイズスタジオチャンネル。どうも皆さんこんにちは。俳優の草加聡です。菊池夏乃です。はい、はい、私たちねやっているこの YouTube チャンネル、はい、なんとですね1周年を無事迎えました。去年の6月に始まったんですよ、このチャンネルは。1年経ったので、1年経ちました、この1年間どういうものを作ってきたのか、そして、はい、今後どういうチャンネルにしていくのか、そういうことをねちょっとお話できたらいいなと思っております、はい、お付き合いください、よろしくお願いいたしま す。まず私たちの初めてのシリーズ、はいはい、進撃の歴史シリーズですね。そうですね、進撃の歴史シリーズっていうのを作ったんですよね、はい、歌舞伎しかなかった明治時代から新国立劇場が出たできたこの1990年代までの進撃の歴史をダーッと解説してるんですけれども、一気に結構詳しくなれると思いますよ、うん、詳しくなると思う。もちろんね取りこぼした部分もあるんですけれども、大まかな流れっていうのはあれを見ていただければ分かる、ね、あ、日本の演劇はこういう風に進んでいったのかっていうことが分かるようになっておりますので、ぜひね、ぜひご覧いただきたいと思います。その時はまだ始めたばっかりで、その編集技術がなくて、はい、テロップを出すことができなかったので名前を出したりとかっていうのを手作りでやってますので、ぜひそちらも味がありますので見てみてください。無編集動画だったんだよね。そうだよ、信じられない、信じられない。今から考えたら今もう絶対やってはいけないことだよねYouTube では何も分かんなかった、何も分かんなかった。そこから始めましたからね。あとはそうだね、ゲストにもたくさん来てもらいましたね。そうですね、アングラ演劇のこととか、うんうんうん、70年代演劇とかやった時に、そう、演出家の西里さんに来ていただいたりとか、あとはそう、芝居の宣伝、そうですね、にこのチャンネル使ってくれて文学さんの伊藤杏奈さんとか、あと同期の北沢紗友子ちゃんだったりとか、うずめ劇場のペーター・ゲッツさんとか最近では来てくれました、ゲストに来ていただいて、それで芝居の宣伝とか、うん、そういう動画をねインタビュー形式で撮らせていただいたりとかしまして、はい、あとはその西村俊彦さんという、はい、俳優さんに来ていただいて、ボイスサンプルの撮り方っていうのを、うん、ハウツーでここで教えてもらったんですよ。実際私たちのボイスサンプルを撮りましたので、実際に撮れるまで、はい、15分ぐらいの動画 で、その後続きで実際その時に撮ったボイスサンプルも聞けるようになっています。はい、あとはカニカマ演劇祭もやりましたね。そうですね、はい、カニカマ演劇祭っていうのは今年の、コロナが起こった時に何かできないかと思ってやったのがこのカニカマ演劇祭 で、そのカニカマ演劇祭をきっかけに私たちも始めたのが最近の主流のショートショートシリーズですね。もうこれ始めてから200人、ほぼ200人チャンネル登録者数が増えました。ありがとうございます。今の段階でなんと555人、本日555人ですね。ありがとうございます。今年中にはなんとか1000人いきたいので、ね、行きたいのでぜひお願いいたします、はい、助けると思ってシェアだったりとかいいねだったりお願いいたします。はい、はい、まあ、そうやって1年間やってきましたよね、うん、楽しかったね。楽しかったね。試行錯誤だったけど、なんかこう自分たちの編集技術も上がってきたし。そうなんですよ、今だから150本ぐらい撮ってるんですけど、うんうん、そんだけやってりゃこなれてきた動画が、ね、楽しいんだよね、やるとね。楽しい、そうそう、楽しいから続けられるんだよね。はい、そうなんです。じゃあ今後ね、どういうことやっていきましょうか。そうですね、うん、まあ、やっぱりその進撃のその演劇のお勉強といったら変な言い方ですけれども、そのまあ座学ですよね、はい、演劇の歴史だったりとか、うんうん、演出家の紹介だったりとか劇曲の紹介、そういうことはねやっていきたいと思います。はい、私がちょっとやりたいなと思ってるのは俳句をね朗読してそれを流していけたらいいなとか。俳句？そう、俳句って古池や買わず飛び込む池の音、それを読みたいんだ。それをその昔のをちょっと言葉の美しさみたいなことに触れたくって、聞いて楽しめるようなものを作っていきたいなっていうふうに思って。あ、それはいいですね、うん、そう、僕もラジオドラマをすごいやりたくて、へー、だからその今チャンネル見ていただいてますけど、例えばその料理をしながらだったりとか車に乗ってる時とか、その耳で楽しめるようなドラマという意味で、うん、ラジオドラマをやりたい。そう、ラジオドラマをやりたいんです、うんうん、夢が広がりますね。そうですね、はい、じゃあ本当にじゃあ近々ねラジオドラマと俳句を始めましょうか。始めましょうかね。あとその質問箱、私の質問箱の方にこういうのを知りたいとかこういうのをやってほしいっていうリクエストもぜひぜひ受付しておりますので、ぜひ気軽に質問箱に投稿してみてください。そうですね、アイデアいただいたらそれを元にショートショートと作っていきますん で、こんな演出家が嫌だったとかそうですね、お待ちしてます。もう演劇に関わらなくてもいいですよ、ね、会社でこんなことあったとかでもいいですよ、うん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 、
もう嫌な上司がいたって言ったら嫌な上司僕演じますから頑張って演じますから、はい、ぜひ使ってください。はい、はい、そんなこんなで、1年経ちましたけれども、ね、本当にあの今まで支えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。これからもぜひ頑張っていきたいと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録、お友達にも紹介していただけたら嬉しいです。はい、はい、楽しい番組にしていきます。本日もご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、さよなら。